はいはい、昼過ぎに集まってそう集まってねで、まあ、打ち合わせっつってもまあ2時間ぐらいのもんですよそうですそうです、でまあ5時6時ぐらいに終わって、うんうん、でちょっとね時間を早くも持て余し始めましてえどうする暇でしたね下手したら6時半スタートだぞみたいなとかねぐらいになりましたから本当にそしたらなんかこいつ、うん、こいつが、うん、ああ俺ちょっと用事あってみたいなうんうんうん、うん、そうですよえ用事あんの、うんうん、え何、うん、あのちょっと今からちょっと先輩のとこに、うんうん、あの梅もらいに行くからでその梅をもらってあの実家のねお母さんのところを届けなきゃいけないから、うん、あのいやそれ行かないといけないんだよえ僕の夏休みか何そのミッション、この平成の世には聞かないですよね先輩があの梅たくさん積んでくれてそう積んだんですでそれもらうから、うんうん、もらうんです、うん、でお母さんのところ届けるんだけどああそうだ一緒に来なよ僕の夏休みか誘い方もね、うん、よかったりしないのよその後カブトムシ戦わせようぜみたいな僕の夏休みじゃねえかいや本当にそうですねそれこそまた話に上がったんですよね、うん、そう昨日話したんですよ昨日彼が、うん、もうそれこそこんな白い T シャツ で、うんうん、でここにバドワイザーって書いてあって、うんうん、なんだその T シャツ、うんうん、っつってちょっといじったら、うん、その先輩がね、うん、あのお土産で買ってきてくれてそうです、うん、で2着買ってきてくれて、うん、あの森本くん用に、うん、そうそう2人で来てねと、うん、で僕が着ようとしたら、うん、いやトンツカタンは今そういう時期じゃないでまさかのこいつ NG 食らったそうそうで僕の判断で NG 着なかったっていうのがあって、はい、ありましたで、うん、あその人にだからまあ一応お礼もそうねし、うん、その、うんまあ、これを見てるし怠んでも来たことありますからそうそうそう来てくださってるから、はい、ぜひ行きたいなと思って、うん、あの行かせていただいて、うん、でなんかその方がまあ住んでる、うん、そうそう家の近く前近く で、うん、でちょっとまあベンチみたいな、うん、そうそうところがあるんで、うん、そこで待ち合わせみたいな感じで行って、うん、そしたらね、うん、あの座ってらっしゃって、うん、あのその隣に、ね、傍らに、うん、ビニール袋パンパンの梅今年はねよく取れたんですよもうちょこんと座ってらっしゃって、ね、今年はよく取れたんですよね、うん、梅がね美味しいんですよ。おはようございますみたいな、うん、本当にあのチラッとしかお会いしたことなかったで。そうですね。ああどうもみたいな感じで会って、はいうん、ああどうもどうもみたいな感じ、うん、本当に気さくな方で、ねうんうん、でよく見たらね、うん、あのバドワイザーの T シャツ着て何着あんだよセルフでも買ってたんかいあとあの人2着あるんですよ。何だよびっくりしましたよね、うん、計4着あるよみたいな感じそうびっくりしましたよねあれ本当にいるかいみたいな。いやいやいやバドワイザーが来てるじゃないですかみたいな言って、うん、いやいやあのこいつ昨日来てたんすよみたいな、うん、おことあって来てたんですよって言おうとしたら、うん、こいつが、うん、あ僕も今日来てます今日来てた僕実はあのこの下にね、うん、あの来てるんですよどういう類の友情これバドワイザー T でお互いこう待ち合わせ場所に現れるってどういう類の友情なんですかこれは恥ずかしいですね、うん、28と32ですあちらバドワイザー兄弟現れてバドワイザー兄弟ですよこれであなたも来てたらもう終わりでしたね本当にねいや終わりだこれはもう終わりです本当に一応なんかあと2着あるから森本君に持って行ってたんで、うん、消滅するんじゃん、 なんか裏の世界行くんじゃん3つ揃ったら3人来た瞬間にトンってどうだなんか先輩だけ知ってるからねこの日を待ってたんだよ東京っぽい感じではあるがなんか空気が違うぞなんだ全体的に黄色いな街並みが黄色いあれ小麦のなんかするぞホップ臭がするなんだこの街はバドワイザーの街バドワイザータウンに僕ら行くんですか第1話ね第1話ね、そこが第1話、うん、バトタウン先輩はもう一回経験しますから、うんうん、またか息を止めて今だなんかダメなの息してた今息して見つかるみたいなそうそう千と千尋的な感じの世界観、ねうん、先輩がじゃあ吐くみたいな感じでいろいろ教えてくれるんですね安
生のバドガール。その辺歩いてんだ、うん、バドガール良さそうですけどね、別にあっても目合わせたらはーいとか言えそうですけどね、目合わせたら、うん、目合わせと、うん、麦にされるから。そんな話じゃないですよ、先輩にあった話ですから。そんな話じゃないか。そうなんですよ。で2年前もらったのがすごく出来上がったんですよ、うんうん、もうその時から先輩はずっと再来年やばいぞっていう振りがあったんですよ、うんうん、それででも今年の1ヶ月前ぐらいに今年はいいぞ取るじゃんっていう今年はすごいよってまだ取れないけど、うん、そろそろだよって言われてたん でお母さんに俺も言っといて、うん、梅あるよって、お母さんも喜んだから、うん、で今日来たんですよ昼間ぐらい、うんうんうん、梅できたよって、だからもう早速行こうと思って先輩に会いに行ったというよりはバイク飛ばしてたね梅を取りに行きましたけどね、いつも以上にふかしてたの、ね、高層みたいな暴走族の高層かと思ったそういうバイクでもないのにね、単車とかじゃないからね、スクーターなのにちょっとふかしてたそんな飛ばしてないですけどあ、なりました。でまあ、こう1時間お話しさせていただいて、うんうん、あそうです、うん、話してでその足で、うん、あのバイクで、うん、あなた実家向かって、そう実家行ってね、お母さんにお母さんに梅届けて、ね、梅届けて、うん、でここに来るっていう、で今です、この袋いっぱいの梅、うんうん、まあそれだけでもちょっと面白かったんだけど、うん、その横に先輩があって、うん、いやいっぱいありましたね、いっぱいありますね、うん、みたいな感じで嬉しそうにして、うん、お母さんも喜びますよみたいな、うんうん、でその先輩が梅一個取ってこうやって持ちながら、今年のはいい梅だぞあれなんだあのシーン何、あのプレステのゲームだったらムービーに入ったのかと思った、ムービーシーン入ったの、 RPG でさRPG なんか梅のお兄さんみたいな名前の人がいて、歌のお兄さんみたいに言うな話しかけて、うん、なんか梅もらうみたいなミッションで急にムービーになるちょっとね、黒くなってね、上と下がちょっと黒くなって、スタートボタン押したらあのスキップできるやつ、ね、スキップできるタイプやつね、バドワイザーっすねっつって言ってあ、梅たくさんですねさ、今年はいい梅だぞいや、しかも本当に言ってたからな本当に言ってたからなそのままカメラパンして太陽太陽と梅、そのね大きさこの丸がね一緒になるみたいなでそっから操作できるよ、そっから操作できるムービー終了ね、ムービー終了、そのムービー意味ある何のストーリーも展開しなさそうだけどでまた先輩話しかける、うんうん、よあ、それしかもう言わないそれ1回話しかけたらね2回目からもうよしか言わなくなるやつね結構こんなんてこんぐらいだったら高いんですかねって聞いたら、いやまあ俺も相場とかよくわかんないけど、こんな大きかったら高いだろつってその後覚えてる、大きかったら高いだろ、うん、何勾配だからなあ、高いやつっすねあ、お前もなんかああ高いやつですよね今思い返すと意味わかんない3人組大人3人がさ夜の公園みたいなところに集まってさ、一人が大量に梅持ってて、梅もらいに来たんだバイクで二人もいらねえだろなんか操作で渡すみたいなんで、うんうん、さっきもらった梅 を、ね、うん、梅を渡すって渡すみたいな、いらねえのかでその渡せない、何個前だぞ、渡せないだから渡せないたまにやるやつ、先輩には渡せないザッザッザッよっ違う人なんだろうね、梅を渡す人が次梅を誰かに渡さないと次のミッションいけないけど全然いないんだよ、だからもしかしたら、うん、もしかしたら、うん、もしかしたらワンチャン先輩に返したら詰まってね次行くのかなと思ったら全然違う、いろいろのかな、他のアイテムもいっぱいあるじゃん例えば、うん、いきなりステーキの、はいはいはい、肉マイレージカードをあげるとか、ね、やると、うん、それはそれだけなんだそうそういらねいらね、他のアイテムは大体こういらねいらね梅はそういうボイスがついてボイスがちゃんとボイス付きな、梅の人だからね、そうそうそう、梅関連に関してはその人ちゃんとしてますから、ムービーまで作ってんだからいらねえムービー意味ねえだろそれストーリーに何の意味もないだろ、はい
あれ本当なの、あのめちゃくちゃ大量のさ梅あったけどさ、なんですか、これがあと段ボールで12箱ぐらいあるっていう、あれは本当なんですか？ありえるんですか、そんなの。厳密に言うとこんぐらいのね、本当、うん、結構でかいスーパーの袋、うん、大量のこんぐらいの梅が、うん、これかける16あるって言ってました。16倍。え、そんなことあるんですか？あのちなみに先ほど LINE 来たんですよ。持ってないですか？おこなじめ始まる前に、はい、LINE 来まして、はい、あ一応あの梅ありがとうございましたって、はい、送ったんですよ僕が、うん、生まれてましたって言ったら、あー全然いいよって、足りなかったら早めに行ってちょうだいって言われて。あるな、16あるな。言われましたし、16倍あるな。ありますから全然、うん、でも早めに言わないとやっぱ悪くなっちゃったりするもんですから、うん、それ言ってたよね。何あの大量になってさ、うん、ありがとうございますっつって、うん、でその10なんか16な倍あるよみたいな話してさ、うん、で、あでもお母さんにもじゃあこれもう一回あげて、うん、もしまだ欲しかったらいいですかみたいな、うん、まだもらえますかみたいな感じで言ったら、ああいいよいいよでも早くしないとさあのこっちも配っちゃうからさって言ってたよね。言ってたよねじゃね。早くしないとさこっちも配っちゃうからさ知らねえよ。いやタイムリミット付きのミッションなの。タイムリミット付きだったって誰に配るんだよ大量の梅。いや、いいだろ。そりゃ配るだろ。そんだけあったら。わかんないけど。そんな消費できねえだろ。そんな、早くしてくれねえとさ、こっちも配っちまうからよって、言われて。優しいじゃない。優しいけど。いいだろ、別に。優しいけどさ。うん、また、梅も、もう一袋もらってきてって言われたら、うん、一緒に行きますよ。なんで一緒に行かなきゃって。ちょっとあのミッション僕一人じゃ無理です。いいよ、無理です、あのミッション。あのミッションちょっと僕だけじゃ、あのムービーは僕一人じゃ。できるよ。いや、多分僕一人で話しかけても多分なんか道具が足りないかなんか。足りるよ、絶対。絶対ダメなんで。きっとその道具は、バドワイザー T シャツだよ。一人着てりゃいいんだよ、パーティーで。いや、ちょっと二人着てったらもしかしたら違う展開するかもしれないからね、ストーリーがね。面変わるから。バドワイザータウン行くんだから。梅のおじさんと一緒に。うわぁ。梅のおじさん何なの？それでバドワイザータウンに行ったら急になんか、シッキャラ変わったんだよ急に。キャラ変わってんじゃねえよ。バド伯爵とかさっきまでなんかクセモノっつって言ってたね、うん、クセモノっつって二刀流かなんかやって来るんだよバド伯爵。いやーって来るからね、うん、もうなりふり構わず切ってくるから治安悪いのバドタウン。バドタウン危ないのね。うわーってなった時に、うん、先輩が何個倍。いやいやちっちゃいだろ、ちっちゃいだろ。残念、何みたいなバド伯爵。種硬いからね、うん、種硬いから残念だったの、うん、今年の難航台は出来がいい。うわバド伯爵二刀流なのに両方とも話したこっちどうしてんだよその間止められてるこっちでいけんだろ。じゃあこっちはビビっちゃってもう、あもうビビっちゃって、うん、何ってなってんだ。出来がいい切れ目が、うん、入っちゃう観光バイ、うん、かっこいいな。もうなんなんだよ、もうそのキャラ変わるのめっちゃ面白いけどね。さっきまでやばい何個バイだとか言っててバドタウンって瞬間にシッ。なんで知ってなんで知ってんだよ、なんでバドタウン知ってんだよ。あんたもうクリアしてるね。クリアしてる、一回クリアして一回行ってんだな絶対、もう一回終わってんだ。あバド伯爵の手下みたいな、うんうん、あそう遠くから、うんうん、あの何個前のパチンコで来ない。確かに何個前いろんな使い方できますよね。そう思った、弾としても使えるしね。しかも本当食料ない時食べれるし、体力回復もできる、これでHP 回復もできるし、ね、HP 回復もできるし、うん、最強ですね、武器にもなるし、うん、たまにもう敵もいないし、うん、ちょっとまあ疲れたなって時に、うん、こう3つぐらい取って、うん、あのジャグリングして僕らを楽しませて。サービス精神もちゃんと娯楽としても使える。そう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 、誰のせいそれはあれだ、怒ったのせい。